はい、皆さんこんにちは、ガジログです。去る1月26日の水曜日の夜9時から、Xiaomi から Redmi Note 11シリーズのローンチイベントがありました。それで今回は Redmi Note 11S と11のスペックについてご紹介したいと思います。この動画は Xiaomi Japan の公式 YouTube チャンネルにおいて、日本語字幕をダイジェスト版にしてお送りしたいと思います。個人的な感想については最後に話していますので、どうぞ最後までご覧いただければと思います。前回はですね、11 Pro 5G とそして11 Pro についてご紹介しましたけども、少しね、残念な感じもしましたね。それで今回はこの格安モデルの 11S と11はどんなスペックになっているのでしょうか。そして価格はどれぐらいなのでしょうか。また日本発売はあるのでしょうか。あるとしたらどこが発売するのでしょうか。そのあたりも含めてご紹介したいと思います。では本日も行ってみましょう。次の2つのスマートフォンはプロモデルと同じぐらいすごいものです。Redmi Note 11S と Redmi Note 11です。Redmi Note 11S はクワッドカメラを搭載し、スマホでの撮影を限界まで引き上げるのに必要なことすべてを持っています。メインカメラにはすべてを撮影できる118度の超広角レンズがあり、マクロレンズや深度レンズ、そして自撮りレンズであらゆる角度から完璧な写真を撮影できます。そして Redmi Note 11にはどんな状況でも撮影できる汎用性の高い5000万画素のクワッドカメラシステムを搭載しています。この万能なカメラシステムは毎日気軽に写真を撮る人にぴったりです。いい写真を手軽に撮りたいですよね。11はあらゆる状況をカバーする超多機能な装備でそれを実現しています。メインカメラ、超広角レンズ、マクロレンズ、深度レンズです。次にディスプレイについてです。プロモデルと同様に Redmi Note 11S と11でもより多くの人にAMOLEDを体験していただくために私たちは挑戦をし続けています。この価格帯でAMOLEDを体験できるのはすごいことですよね。フルハイビジョンプラスのAMOLEDが搭載されているだけでなく、どちらもスムーズでシームレス、90Hz の高リフレッシュレートで動作します。最後に 11S と11がもたらすエキサイティングな体験について見てみましょう。11S はパワフルなメディアテックヘリオ G96 によって実現される素晴らしい写真体験を提供します。この高速オクタコアプロセッサーはシャープでクリアな写真やハイパフォーマンスなゲームプレイなどを可能にします。11では強力で万能な体験を提供することに重点を置き、スナップドラゴン680プロセッサーを採用しました。強力なオクタコア CPU は最大 2.4GHz のクロックスピードで超省電力6ナノメートルプロセスで動作します。6ナノメートルというのは先ほど言った通り、通常フラッグシップのスマホにしか搭載されません。厚く遅くなりすぎず、より多くのことができるようになるのです。最終的には全世代と比較して電力効率が 20% も向上しています。そういえば、11S と11には長持ちする 5000mAh のバッテリーがつき、2日以上充電が持ちます。ご想像の通り、プロモデルと同じバッテリーを使い、素晴らしい MMT 技術を利用したプロのような充電を可能にしています。なので今年は 33W プロで充電能力を向上させます。Redmi Note 11S と11の両方に 33W プロの急速充電を同梱します。MMT バッテリー技術のおかげで充電を次のレベルに上げることができました。33W プロの急速充電は従来の 33W 充電器よりも 26% も早く充電できます。11S を例にとり、その数字に目を向けてみると、33W プロの急速充電は 11S を1時間以内にフル充電でき、全世代の素晴らしい充電能力をさらに一歩先へと引き上げることができました。この充電速度の話題の一方で、実は両機種にメモリー拡張という機能も導入しています。この機能によりシステムのパフォーマンスが向上し、マルチタスクのために空き容量の一部をRAMとして使用し、アプリケーションの間のスワップを速くさせます。
内蔵されているRAMを利用して次のレベルに引き上げるのです。 11S と11ではデュアルスピーカーシステムにより音声や動画またゲームコンテンツで完全なイマーシブオーディオを体験できます。要約すると 11S と11は11 Pro の印象的でセグメントを支配するスペックをたくさん受け継いでいます。急速充電を 33W Pro にアップグレードし、もちろん 33W の急速充電器を同梱します。7軸リニアモーターでリアルな振動を実現したハプティックの改善、イヤホンジャックを使わずに、ステレオサウンドを実現するデュアルスピーカーや革新的技術メモリー拡張機能を搭載しています。このすべてを 5000mAh の大容量バッテリーで駆動します。そこで価格に触れる前にその違いをおさらいしましょう。 11S は1億800万画素の驚異的なメインカメラを可能な限り良心的な価格で提供するプロレベルの写真機です。さらにパワフルなメディアテックヘリオ G96 プロセッサーがどこにいても高速かつ鮮明な撮影を可能にします。フラッグシップ級の1億800万画素メインカメラでプロ並みの写真撮影を体験したいならRedmi Note 11S を選んでみてください。ゲームに興味があるならまたしかりです。私のように美しいパールホワイトが好きな方にもおすすめです。そしてもちろん 5000mAh のバッテリーとプロの急速充電も外せません。でも価格が気になりますよね。 11S は6+64GB 版で推奨小売価格わずか249ドルからです。他のバリエーションについては11S はそれぞれ279ドルと299ドルです。アリエクスプレスで1月29日から30日まで、日本時間ですね。64GB 版を早割価格の229ドルでご提供します。午前5時から発売開始です。早いですね。11S は1月から世界中のキャリアと提携し発売します。なんと楽天がありました。11は日常的なチャレンジャーで、強力で効率性の良いスナップドラゴン680プロセッサーを搭載し、滑らかなフルハイビジョン、90Hz アモレット、驚くほどシームレスでスムーズな体験を提供します。11は美しいディスプレイと効率的なプロセッサーを備え、毎日のゲームやマルチタスクの需要に対応していて、お求めやすく日常使いに万能なスマホとして最適です。大容量バッテリーと 33W の急速充電で、何日もアクティブに活動できます。そして価格ですね。11の 4GB64GB 版は破格の推奨小売価格としてわずか179ドルで登場します。安い、まさにパイオニア的な価格です。そしてもちろん11は驚くべき早割価格で、 6GB64GB 版は最安価格の159ドル、4+128GB 版は179ドル、 6GB+128GB 版は199ドルでご提供します。1月29日の30日午前5時からアリエクスプレスで販売開始となります。やはりここにも楽天がありました。ここで改めて4つのスマホをご紹介します。実力派の 11Pro5G とプロ、エキスパートな 11S、 パイオニアの11となります。この4つのスマホには共通点があります。ミドルレンジで最高のハードウェアを驚きの価格で提供しているということです。はい、というわけで今回 Redmi Note 11S と11の無印モデルですね、それについてご紹介しました。大きな違いとしましては、プロモデルに対しまして、チップセットももちろんそうなんですけども、メモリー容量も少なめになっていますし、そして画面サイズも 6.67 インチの有機 EL パネルに対しまして 6.43 インチと、一回り小さくなりましたね。そしてリフレッシュレートに関しても 120Hz に対して 90Hz 駆動ということになりますので、少しスペックダウンしているということになります。とはいえですね、ひょっとしたらなんですが、プロモデルよりもこちらの方がいいんじゃないかなという気がしてきました。というのは割り切ったスペックにはなっている割に、そして価格もしっかり安くなっているんですね。特に無印の11に関しましては、メモリーは 4GB、 そしてストレージは 64GB ですけども、アーリーバード価格ですね、早割価格で159ドルという強烈な
価格になっていました。日本円換算しますと、だいたい1万8000円ちょっとという感じですね。まあ、1ドル115円換算になりますけども、今のところであれば1万8000円ちょっとで購入することができそうです。まあ、これは結構安いなという気がします。メインカメラは5000万画素になりますし、まあ、スナップドラゴン680はちょっと心配にはなりますけども、まあ、軽いライトユーザー向けなんでしょうかね。まあ、普通にテキスト重視のウェブサイトを見たり、まあ、そういったアプリ使う分には問題ないのかなという気がします。まあ、ちょっと割り切っていればっていう話ですね。メモリーは4ギガですけども、まあ、これぐらいあればなんとかなるかなという気もします。11S に関しては最低のメモリー容量が 6GB からになりますので、やっぱりちょっと上回っているわけですのでね、少しお金出してもいいっていう方であればいいんじゃないかなと思います。価格に関してはアリバド価格で一番下の、ね、6GB のメモリーの 64GB モデルであれば26,300円ぐらいから購入することができるようになっていますので、まあ、楽天とかでね販売すれば結構売れそうな気もしますね。はい、ということで今回レドミーノート 11S とそして11のモデルについて解説まとめという形でご紹介しました。少しね肩透かしのところはありますけども、まあ、個人的にはですねこの下のモデル 11S と11が良かったなという気はしました。どうしてもね上のプロモデルに関してはダウングレードしてしまったというのがかなり、そういった声もネット上でもありましたので、がっくしされている方が多いようです、ちょっと悩みますね。カラーバリエーションもパープルもちょっとなくなってしまったというのも悲しかったですし、まあ、もしかしたらステイになりそうな気配になっています。では今回は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。